はいどうも、ラノベ YouTuber のゆきともです。今回の動画は毎月更新しています月間ライトノベル売上トップ20をお送りします。今回は7月の月間ランキングをまとめましたので、一緒にどのラノベが売れているのかチェックしていきましょう。ちなみにランキングはツタヤ調べとなっています。単行本を含まない文庫本のみのランキングなので、その点だけご了承ください。この動画が参考になったという方はぜひグッドボタンポチッと押してもらえると非常に嬉しいです。それでは早速ランキングの方をチェックしていきましょう。まずは20位から11位までを順番にサクッと結果発表していきます。第20位、先月8位から12ランクダウン、 MF 文庫 J 被弾のアリア35巻。続いて19位、初登場ガガ文庫、負けヒロインが多すぎる。ガガ文庫の新人賞作品がランクインしてきましたね。まあ、正しい意味でのラブコメディって感じの物語で、しっかり楽しめる作品に仕上がっていました。今後の展開非常に楽しみなシリーズですね。続いて18位、初登場 MF 文庫 J 義妹生活第3巻。義妹生活はこの3巻で一気に化けたって印象がありますね。物語がすごい動く感になっていて、ここからさらに面白くなるのは間違いないですね。続いて17位、初登場一人者文庫アイリス、竜騎士のお気に入り第9巻。続いて16位、初登場ファンタジア文庫、公女殿下の家庭教師第9巻。公女殿下も安定した順位になってきましたね。しっかりとした面白さになっているファンタジーシリーズで、最新巻から新章開幕となっています。続いて15位、初登場電撃文庫、ギルドの受付嬢ですが残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います第2巻。電撃文庫の新人賞作品ですね。第2巻もきちんとランクインしてきました。今年の電撃の新人賞作品の中で、まあ、おそらく一番の売れ行きになっていそうですね。続いて14位、先月1位から13ランクダウン、電撃文庫ソードアートオンラインプログレッシブ第8巻。まあさすがに SAO は順位を下げてきましたね。続いて13位、初登場角川スニーカー文庫、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーレさん第2巻。ロシデレは一応スニーカー文庫の8月新刊なんですが、発売日が7月30日だったのでランクインしてきちゃいましたね。集計期間としては2日しかないのに普通にこの順位に入ってるっていうのは正直ヤバすぎますね。続いて12位、初登場角川スニーカー文庫、最強出柄商事の暗躍帝位争い第7巻。連続してスニーカー文庫がランクイン。こちらは正真正銘7月発売の新刊になります。内政&外交ファンタジーとして人気が高まっているシリーズですね。ワンチャンねアニメ化まであると思っています。続いて11位、先月ランク外 MF 文庫 J 探偵はもう死んでいる第4巻。週刊ランキングの方でも無双しまくっている単模試ですが、当然月間ランキングの方でも高順位に入ってきますね。問題はこれから上のランキングでどれだけシリーズが入ってるかってとこですね。ということで20位から11位までの結果を見ていきました。ロシデルだけなんかね異常な結果になっていますが、まあ、全体的に新刊がしっかりランクインしてきているって感じですね。新シリーズとしては19位にガガー文庫の負けヒロインが多すぎるが入っているので、ここはねしっかり抑えていきたいですね。ということでまずは20位から11位までの結果でした。そしてここからトップ10の結果を見ていきましょう。2021年7月のランキングはどうなっているんでしょうか。それでは第10位からの発表です。第10位、先月11位から1ランクアップ、 MF 文庫 J 探偵はもう死んでいる第5巻。11位から連続して単模試がランクイン。6月発売ですが7月もトップ10内に入ってきましたね。物語的にはこの間でまあ一部完結って感じなので、アニメ派の人はぜひともこの巻まで読んでもらいたいですね。続いて第9位、初登場角川スニーカー文庫、マジカルエクスプローラー、エロゲの友人キャラに転生したけどゲーム知識使って自由に生きる第5巻。エロゲ世界に転生した主人公が最強を目指す学園バトルファンタジー。角川スニーカー文庫の中でも頭角を現しているシリーズですね。エロゲ世界なので、まあ、エッチな要素もあるんですけど、基本的にはバトルファンタジー作品として楽しめますので、結構ねおすすめなシリーズですね。続いて第8位、先月49位から41ランクアップ、MF 文庫 J、探偵はもう死んでいる第3巻。さあ、単模試ラッシュはまだまだ止まりません。
おそらくアニメだとこの3巻まではいかないと思いますので、アニメが終わるくらいにまた売り上げが上がるかもしれませんね。続いて第7位、先月14位からセブンランクアップ、角川スニーカー文庫、時々ボソッとロシア語で出れる隣の R さん第1巻、ロシデレの1巻がここでランクイン。やはり最新巻発売に合わせて売り上げがグイッと上がっていますね。 VTuber 化などで話題となりましたが、しっかりと結果も残していますので、これからの角川スニーカー文庫の稼ぎ頭になりそうですね。続いて第6位、先月41位から35ランクアップ、 MF 文庫 J 探偵はもう死んでいる第2巻、またもや単模試の期間が入ってきています。単模試はもうね、とどまることを知りませんね。原作売り上げの貢献面ではアニメ化作品の最高のケースになるかもしれません。続いて第5位、先月5位から順位をキープ、 MF 文庫 J リゼロから始める異世界生活27巻。リゼロは先月から順位を落とさなかったですね。これ地味にすごいです。舞台を変えて新章突入しているリゼロですが、相変わらず主人公のスバルに対してはきつい展開が続いています。リゼロはね、年内に何かしらアニメの続編情報なんかも出てほしいですね。続いて第4位、先月21位から17ランクアップ、 MF 文庫 J 探偵はもう死んでいる第1巻、単模試1巻がここまで順位が高いとはすごすぎます。これでシリーズ全巻が月間ランキングで、ま、全部入ってしまうという異次元の結果になってしまいました。4分の1が単模試って考えると、ランクインできなかった20位以降の作品はちょっとかわいそうですね。そしてここからトップ3の発表に入っていきます。サムネイルにも入れた魔法科高校の劣等生、お隣の天使様、妖術はまだ出てきていません。妖術に関しては6月発売の新刊ですからね、7月のランキングでどれだけの結果を残せるのか要注目です。それでは7月のトップ3を見ていきましょう。まずは第3位からの発表です。第3位、初登場 GA 文庫、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第5巻。まずはお隣の天使様がランクイン。最新巻は主人公とヒロインの関係性にも大きな変化があった巻で、内容的にはね、ものすごい甘々恋愛展開が炸裂していましたね。これまでの巻が、まあ、砂糖3個分くらいの甘さに対して、最新巻は砂糖20個くらいの激甘っぷりでした。それとね、主人公が過去の後悔を振り切って成長するシーンなんかもあって、個人的には大満足な内容でしたね。続いて第2位、初登場電撃文庫、新魔法科高校の劣等生、キグナスの乙女たち第2巻。さあ、魔法科高校の劣等生の外伝作品がここで来ました。キグナスの乙女たちは主人公が達也ではないので、やはり本編の方より若干売り上げ的には下がるっぽいですね。それでもしっかり高順位となっているのはさすがです。ユリ要素の強いシリーズなので、既存の魔法科高校の劣等生のファンからすると新鮮味のあるシリーズって感じでしょうか。そして魔法科高校の劣等生を抑えて7月のラノベ売り上げ1位となったのは、第1位、先月2位から1ランクアップ、 MF 文庫 J ようこそ実力至上主義の教室へ2年生編 4.5巻。先月惜しくも2位となっていた妖術ですが、今月はがっつり1位を奪い返してきました。6月の後半発売とはいえ、少ない集計期間を押しのけて7月売上で1位となっているあたり、妖術の強さを実感します。シリーズ累計は500万部突破となっていて、着実に累計部数も伸ばしてきています。物語的には状況がいろいろと変化していて、かなり盛り上がってきていますね。早く続きが出てほしいです。できればね、10月くらいには読みたいところです。ということで、7月のラノベ売上はようこそ実力至上主義の教室へ2年生編 4.5 巻が1位となりました。それでは本動画はここまで。月間ラノベ売上ランキングは毎月1回更新ですが、週間ランキングの方は毎週更新していますので、そちらの動画もぜひチェックしてみてください。ラノベ関連の最新ニュースもたっぷり紹介していきますので、チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。